我々の中でその朝ぐっすり眠った者は一人もいなかったのではないだろうか。レイクの発見の興奮と募り行く風の双方が眠りを妨げたからだ。吹雪は実にひどく。我々がいる地点でもこうなのだから。風を生み送り出す巨大な未知の峰々の直下にあるレイクのキャンプでは、どれほどひどいことになっているだろうかと心配せずにはいられなかった。マクタイは約束通り10時に起床しレイクとの無線連絡を試みたが、天候のせいで西方面での電波状況が悪くなっているからか更新できなかった。しかしながらアーカムゴーとは連絡がつき、ダグラス船長もレイクとの接触を繰り返し試みているものの無駄に終わっていると語った。我々がいる地点では絶え間なく荒れていてもマクマード1はほぼ無風であるため、彼は風のことを知らなかったのだ。その日一日我々は全員心配しながら受信機に耳を澄まし続け、時間を置いて更新を試みたが、いつまで経っても結果は得られなかった。昼頃、狂乱するような大嵐が西からどっと湧き起こり、自分たちのキャンプの安全性への懸念を引き起こした。だが、結局はそれも収まり、午後2時に緩い吹き返しがあっただけだった。3時以降は極めて平穏になり、我々はレイクと接触するための努力を倍化した。かの4機の飛行機はそれぞれが高性能な短波無線機を装備していたので、通常の事故で全通信機を同時に喪失しうるとは想像しがたかった。しかし石のような沈黙が続き、かのいる地域で風が振るったはずの狂乱の暴力のことを思えば、最悪の事態を考えざるを得なかった。6時には我々の恐怖は強烈なものへと膨れ上がり、無線でダグラス・ストルフィン船両船長と相談した上、私は捜査に赴くことを決断した。シャーマン及び2名のスイフと共にマクマード1備蓄基地に残しておいた5機目の飛行機は海調で即応態勢にあり、そして現在我々は、それを確保しておいた等の目的たる非常事態にあると思われたのだ。私は無線でシャーマンを呼び出し、天候条件が極めて良好な今、できるだけ速やかに2名のスイフを連れて南方基地の私のところに飛んでくるようにと命じた。ついで、捜査隊を編成するにあたり誰を隊員とするか話し合い、基地の全員と私のために取っておいたソリと犬をすべて投入しようということに決まった。積み荷はかなりの量になるが、重量のある機械装置を空輸するため我々が特注した巨人機にはまだ余裕があった。時間を置いてレイクとの無線を試みて吐いたものの、全くの無駄だった。シャーマンはスイフ・グンナルソン及びラーセンと共に7時30分に離陸。途中数箇所から平穏な飛行状況を伝えてきた。深夜、彼らが我々の基地に到着すると、即座に全員が次の行動について議論した。中間基地のない状況下での南極大陸をまたぐ短期による長距離飛行は確かにリスキーだが、何としても必要な行動であり、それを前にして尻込みする者は一人としていなかった。予備的な荷物の積み込みの後、2時から短い仮眠を取ったが、その4時間後には梱包と積載等を完了した。1月25日午前7時15分、マクタイの操縦の下、一行10名は北西に向けて飛び立った。他に7頭の犬、1台のソリ、燃料と食料、及び機載無線機を含む各種の物品を搭載していた。大気は静明、概ね静穏。気温も比較的穏やかで、キャンプを設営した地点としてレイクが示した経緯度までほとんど障害なく到達できるだろうという期待が持てた。我々が不安に思っていたのは飛行の終わりに見出すであろう。あるいは見出し損なうであろうもののことだった。キャンプに向けた呼び出しすべてに沈黙が返ってきたからだ。
我が人生の分水嶺となったこの4時間半の飛行のあれこれは一つ残らず記憶に焼き付いている。それは54歳の私が、普通の精神なら外面的な自然と自然法則に関する習慣的な概念を通して手にしている平安と平衡をすべて失った時だった。この時点以降我ら10名が、とりわけ学生のダンフォースと私自身が、直面しようとしていたのはおぞましくも増幅された潜み住む恐怖。何物をもってしても我々の心理から消し去ることのできぬ恐怖。でき得ることなら人類一般と共有せずにおきたいと考える恐怖にたならない。新聞は我々が飛行中に送信した速報を紙面に載せ、無着陸飛行。上空にすさぶ裏切り者の強風との二度にわたる格闘。調査途上のレイクが3日前に行ったボーリングによって乱された地表の別件。我々自身の目によって、アムンゼンとバードが記録したふわふわした奇妙な雪の円筒が集団をなして、風の随に無休の凍土を転げていく様を視認したこと。こういったことどもを報じた。だが、我々の気持ちを新聞記者に理解してもらえる言葉で伝え得たのはここまでであり、さらに後になると厳密な観光例を敷く必要が出てきたのだ。まずスイフのラー船が、前方に魔女の尖り帽子のような円錐型や小船頭がなす、ギザギザした輪郭を捉えた。彼が叫ぶと、皆、飛行機の大きなキャビンの窓に張り付いた。規則にもかかわらずそれら輪郭はなかなか目立ってこなかった。それゆえ、それらは遥かあちらにあり、視界に入っているのはひとえにそれらの輪郭の異常な高さのおかげだということが分かったのだ。少しずつ少しずつ。しかしながら、輪郭は西の空に峻厳なる姿を際立たせていき、裸の、光亮たる、黒々とした峰々を見分けられるようになると、我々は南極の赤い日に照らされ、虹色に光る細氷の雲を挑発的な背景としたそれらの姿に奇妙な幻想的な感じを受けるようになっていった。光景全体に消えることのない驚くべき秘跡と影に潜む典型のほのめかしが行き渡っていた。あたかもこれら殺風景な悪夢の戦闘が、禁断の無限界へと、遠い時空と超次元の錯綜した淵へと至る恐怖の門口を示す目標等となっているかのようだった。あれは邪悪だ。私は否応なしにそう感じた。クルエル山脈だ。その向こうの斜面は何か呪われた究極の深淵を見遥かしているのだ。背景をなす湧き立つような半ば光気を帯びた雲は、曖昧で希薄な、地球を遥かに離れたあちらであることを暗示する。口にすべきではない何かを抱き、遥かな距離を、完全なる分離を、わびしい荒廃を、足を踏み入れることも側縁を投ずることも叶わぬこの南の世界の遊園の死を、ぞっとするほどに思い起こさせた。鉱山のスカイラインに奇妙な規則性がある。と皆の注意を喚起したのは若いダンフォースだった。完全な立方体の断片が這い上っているような規則性で、レイクがメッセージの中で言及していたものであり、彼がこれらを霊力が異様かつ神秘的に描いた。雲はクアジアの山頂にある原始寺院の廃墟の原無と比したのは確かに納得できると思ったものだった。この謎の山々からなる超自然的な大陸全体に霊力めいた何かが確かに取り付いていた。私はこの感じを10月、ヴィクトリアランドを初めて目にした時に味わっており、今またそれを新たにしたのだ。私はまた感じていた。死生代の神話類事物への不安な意識の波を、この知識の領域が原初の文書にある。悪名高い連光源といかに不穏なほど対応しているかを、神話学者たちは連を中央アジアに否定している。が、人類の、あるいはそれ以前の種族の、民族的記憶は長期にわたっており、いくつかの伝説がアジアよりも古い。いや、我々の知るいかなる人類世界をも遡る恐怖の地や山脈や神殿から落ち切ったというのは大いにあり得ることなのだ。傲嘆な神秘家たちの何人かは、断片的な名古屋写本は更新世より前の世界に起源を持つとほのめかし、あるいはサトグアの崇拝者たちはサトグア同様人類とは異質のものだったと示唆している。レン、それが時空のどこに救っていようと、私はそんなところにいたくはないし、近寄りたくもない。私はまた、
レイクが言及したような動物とも植物ともつかぬ死生代の怪物をはらんだ世界に近づく趣味だって持ち合わせていないのだ。この瞬間私は、かつて忌まわしいネクロノミコンを読んだことを後悔し、不愉快なほどにも博識な民族学者イルマースとその件について、あんなに話さなければよかったのにと思った。疑いなくそんな雰囲気のせいで、山脈に接近するに従い、また折り重なって起伏する麓の丘が見え始めるのに従い、次第に乳白色の輝きを増す絶頂から噴出してくる奇怪な蜃気楼に対する私の反応は悪化したのだ。これまでの数週間にも何十もの極地の蜃気楼を見てきた。実際そのうちのいくつかは、目前の例と同じくらい不気味で幻想的なまでに生き生きとしていたが、危険を秘めた象徴性というこれまでに全く見られなかった陰微な性格を持っており、私は偶話的な壁と塔と高塔との逆まく迷宮が、頭上の氷霧に浮かび上がった時身を震わせた。そこに見たものはキュクロプスス式の都市で、基地の人類の建築様式及び人類の創造の拉致外にあり、膨大な数の漆黒の石像建築が幾何学の法則をおぞましくも歪曲しつつ集積していた。切り詰めた頭部に円筒型のシャフトを乗せた円錐があり、円錐側面のところどころにはテラスやフリルのようなひだがついていた。シャフトはそこここで球根状に膨れ、薄い貝殻を何層も重ねた形の頂部があった。そして異様に突出したテーブル状の構造物があり、そこではおびただしい数の方形の粘板岩や円盤状プレートやゴススキ星型が互い違いに折り重なっていた。円錐と四角錐の複合体があり、それらの上には何も乗っていないものもあれば、円筒、立方体、頭部を平坦に切り詰められた円錐や四角錐を乗せるものもあって、時折は五本一組になった針状の先頭が乗っていた。これらの熱にうなされたような構造の間を縫って種々の目もくらむような高さにかかる円筒型の連絡橋が、すべての建造物を縦横に結んでおり、それらが暗示する全体のスケールは純然たる巨人族のそれで、恐怖と反感を与えたのだ。一般的な種類の蜃気楼もあり、捕鯨者のスコースビーが1820年に北極圏で観察し描画したものの中の豊昇なタイプに似ていなくもなかったが、こんな時と場所で、高くそびえ立つ見知らぬ暗黒の峰々を前方に捉え、かの異常なる古き世界の発見を胸にし、我らが調査隊の半分以上に襲いかかったに違いない最悪の棺掛けのことを考えると、誰もがそこから潜伏する悪意と果てしない邪悪への協調を見出しているようだった。蜃気楼が晴れ出した時は嬉しかったが、その過程で悪夢のような種々のターレットや円錐が歪み一層おぞましい仮の姿をとった。幻影すべてが晴れ、気にかけたかのような乳白色の輝きになった時、我々は再度地上に目を向け、旅の終わりがほど遠からぬことを知った。前方の未知の山脈はめまいがするほど高く、見るだに恐ろしい巨人の類壁のごとくそびえ、奇怪な規則性が双眼鏡なしですらぎょっとするほどはっきりと見て取れた。我々は目下最も低い麓の丘の上を飛行しており、雪と氷と主平原に散らばる剥き出しの地面との狭間に、レイクのキャンプとボーリングのものと思われるいくつかのより黒い点を見出すことができた。8から10キロ先で立ち上がるより高い丘はほぼ独立した一つの山地を成していて、その先にはヒマラヤの後方をしのぐ恐怖の輪郭があった。ついにロープス、マクタイから操縦を引き継いだ学生、は左手の黒い点に向けて機首を下げ始めた。大きさから見てそれがキャンプのありかと思われたのだ。この時マクタイが無線で送信したのが、我々調査隊が検閲なしに送った最後の外部世界向けメッセージである。無論のこと、皆、我々の南極滞在の残る部分についての短く不満足な速報を読んだことが終わりだと思う。着陸後数時間して、我々は慎重に言葉を選んで自分たちが発見した悲劇に関する報告を送り、前日ないしその前夜に吹いた恐ろしい風のためにレイク隊の一歳月祭が一掃されてしまったとしぶしぶ告げたのだ。11名死亡。若いゲドニーは行方不明。一
人々は悲しい出来事が我々に引き起こしたはずのショックに鑑みて、我々が詳細をぼやかしていることを容赦してくれ。11名の遺体すべてが風に裂かれて損傷し搬出するに適さない状態になっていると説明しても信じてくれた。確かに私は自分を褒めてやれると思っている。悲嘆と限りない当惑と魂をつかむ恐怖とのただ中にあって、我々はいかなる点においても事実以上のことを言わなかったからだ。恐るべき重要性は、我々があえて語ろうとしなかった事柄の中にあり、名乗すべからざる恐怖から他の人々を守るため警告を発する必要さえなければ、今もなお話さずに置くつもりだった事柄の中にあるのだ。風が恐れるべき壊滅をもたらしたのは事実である。他のことがなかったとしてもその風を全員が生き延びられたかというと、それは由々しい疑問だ。嵐は氷の小片を狂気のように荒々しく吹きつけて、我々調査隊がこれまで出会ったことがないひどさだったに相違ない。飛行機の風よけ、すべてあまりに薄っぺらく不適切な状態で残されているようだった。の一つは粉砕されており、離れた掘削現場にあったデリックは完全にバラバラになっていた。着陸していた飛行機と掘削装置の中で露出していた金属表面は、氷の小片に磨かれてボコボコに凹み、小型テント二つは雪囲いにもかかわらず平らに倒れていた。暴風にさらされた木の表面にはくぼみができ塗料が剥がれて、雪上の足跡は完全に消え失せていた。死生代の生物標本で無傷で外部に運び出せるものを一体も発見できなかったというのも事実だ。めちゃめちゃになった膨大なものの山からいくつかの鉱物を回収したが、その中には多くの怪しげな比較の元になった。奇妙な五芒星型の輪郭とうつすら残る点のグループを持つ緑っぽい石鹸石の破片、および奇妙に傷つけられた標本の典型例を含む化石骨があった。犬は一頭も生き残っておらず、キャンプのそばに大急ぎで設営された雪製の犬囲いはほぼ完全に破壊されていた。風の仕業なのだろうが、より破壊の程度がひどかったのはキャンプに近い側で、風上でもないのにそうなっているというのは、血走った犬たち自身が外に出ようと跳ね飛びかかったことを示唆しているのだろう。三台のソリはすべて消え、我々は風がどこかに飛ばしてしまったのだろうと説明しようと試みた。掘削現場の掘削機と融雪装置は引き上げても仕方がないほどひどいダメージを受けていたので、爆破によってレイクが開けたなんとなく不安な過去への通路を塞ぐ用途にそのまま使ってしまった。また、飛行機のうちでより破損のひどい2機をキャンプに残した。生き残った調査隊員の中で本物の操縦士と呼べるのは4名。シャーマン、ダンフォース、マクタイ、およびロープス、だけだったからだ。そのうちダンフォースは操縦するには神経をやられすぎていた。発見することのできたすべての書物、科学機器、その他細々としたものを持ち帰ったが、むしろ説明困難なほど多くが吹き飛ばされていた。予備のテントと毛皮はなくなっているか。全く使い物にならなくなっていた。午後4時頃、空からの広範囲な捜索の末、ゲドニーの発見を断念せざるを得なくなった後、我々は慎重に言葉を選んだ中継用メッセージをアーカム号に送った。それを冷静でどっちつかずのものに止めた点で、行動におけると同じく我々はよくやったと考えている。犬は生物標本の近くでは狂わんばかりに取り乱したのだが、犬のこの動揺について我々が述べたことの大部分は哀れなレイクの説明から予想できるものだった。次の件については言及しなかったと思う。奇妙な緑っぽい石鹸石やめちゃめちゃになった場所に残されたいくつかの他の物体の匂いを嗅いだ際にも犬は同様の動揺を見せた。科学機器、飛行機、キャンプと掘削現場の機械装置類で、部品を緩めたり外したりといった方法でいじくられており、そんなことをするとはよほど特別な好奇心と探求心を持った風だったに違いない。14体の生物標本については、申し訳ないくらい曖昧にしておいた。我々に見つけ得たのは損傷した一体のみだったが、そこからレイクの説明が完全かつ感銘を受けるほどに正確だったことが十分証明できたと。
この件から自分たちの個人的な感情を締め出しておくのは困難な仕事だった。発見物の数も、いかにしてそれらを発見したかも正確なところは言及しなかった。その時点までに、レイク隊側の狂気についてほのめかすようなものは何一つ伝えないようにしよう、という合意ができており、陸隊の不完全な怪物を垂直に立てた状態で深さ3メートルの雪の墓の中に注意深く埋葬し、その上に雪で五芒星型の塚を盛り、さらにその表面に中生代ないし第三期の地層から発掘された奇妙な緑っぽい石鹸石についていたのと、寸分違わぬパターンをトルテンの集合を刻印するなど、確かに気地がいじみていた。レイクが言っていた8体の完全な標本は完全に吹き飛ばされていた。我々は公衆の一般的な心の平安についても留意していた。それこ、ダンフォースと私は翌日行った山脈をまたぐ恐怖の飛行についてほとんど語らなかったのだ。徹底的に軽くした飛行機でなければこれほど標高の高い山地を越えて飛行し得ないのは事実で、飛び立ったのが我々二人に限られたのは慈悲深いことだった。午前0時に帰島した際、ダンフォースはヒステリーを起こす寸前だったが、それでもけなげに沈黙を守った。ポケットに入れて運んできたスケッチその他のものを見せないように、口裏を合わせた以上のことを一切外部に漏らさないように、後でこっそり現像したフィルムを隠すようにと約束を交わすのに彼を説得する必要はなかった。だから私が今話している部分はピーボディ、マクタイ、ロープス、シャーマン、および他の隊員にとっても、一般世界と同様に初耳のはずである。そう。ダンフォースは私以上に口が固い。彼はあるものを見た。あるいは見たと思った。それが何か私にも語ろうとしないのだから。周知の通り、我々の報告は厳しい上昇の件を含み、レイクの意見を確認した。大いなるミネミネは始生代の粘板岩及び極めて初期の周極地層からなり、少なくともコマンチキ中期以降普遍であること。灰昇る立方体及び城壁構造についての平凡なコメント。洞窟口が石灰岩中の水脈の存在を示すという結論。いくつかの急坂及び愛路のため、熟達した登山家でなければ全山域を踏破することはできないだろうという考察。山脈の反対側にある謎の領域には山脈同様に古く普遍な超高原が果てしなく広がっているという注釈。標高6000メートル。怪奇な岩場が薄い氷層を通して突出し、絶壁をなす高い峰々と高地の間にはより低くなだらかな麓の丘がある。これらのデータ本体はその限りにおいては真実であり、キャンプの面々を完全に満足させた。16時間も不在だったこと、事前に予告した飛行、着陸、偵察活動、岩石採取プログラムのための所要時間より長い、の責任は長時間にわたって風の状況が悪かったからだ、という創造的な呪いに押し付け、山脈の反対側の麓の丘に着陸したことを正直に話した。幸いにも我々の作り話は現実のように響き、十分三分的でもあったので、真似して飛んでみると言い出す者は一人もいなかった。もし誰かそんなことを企てたとしても、私は全身全霊を込めて止めておくよう説得しただろう。そんな場合ダンフォースがどんな虚に出たかは私にもわからない。我々が出かけている間、ビーボディ、シャーマン、ロープス、マクタイ、およびウィリアムッスンはレイクの飛行機の中で程度の良い2機を再び飛行可能にしようとビーバーのように働いていた。いずれの機の操縦機構にも説明不能ないたずらの跡があったのだが、明日の朝になったら全機に荷物を積み、できるだけ早く元の基地に帰るということで話が決まった。間接的な経路だが、マクマード湾に向かうにはこれが最も安全な方法だった。英豪の死に閉ざされた大陸で、全く未知の経路を直行するのには多くの付随的な危険が伴うであろうから、核も悲劇的に隊員を奪われ掘削装置を喪失してしまった以上、さらなる探査行為は到底不可能だった。我々を取り巻く疑惑と恐怖。我々はそれを表に表さなかった。のために、
小絶死狂気の救うこの南の世界から一刻も早く逃げ出したい。それだけを願っていたのだ。我々がこれ以上の災難に遭うことなく外部世界に帰ることができたのは皆さんがご存知の通りである。翌日、1月27日の夕方、前期無着陸高速飛行の末懐かしい南方基地に到達し、翌28日、再びでマクマード湾に帰投した。一度の着陸はごく短時間で、広い高原を通過した後、氷棚上げ空で乱気流に巻き込まれ、方向舵の調子が悪くなったために行った偶発的なものだ。5日後には全隊員と装備を乗せたアーカム号及びミスカトニック号が離れ岸。身を震わせながら厚みを増していく氷の腹をかき分け、ロス海を目指していた。そこではビクトリアランドの山脈が上昇し、不安を秘めた南極の空を背景に西方へと流し目を使い、嘆く風の音をねじっては広い音高に渡る音楽的な笛音へと返事。我が魂をどん底まで凍らせるのだった。2週間のうちには、後にしてきた極地を思い出させるものは何一つなくなり、ありがたいことに、この惑星のまだ冷えやらぬ外からの上で、物質が初めて身もだえし泳ぎ回っていた未知の時代において生徒し、空間と時間が暗く冒涜的な同盟を結んでいたところの、疲れ呪われた領域から離れたのである。我々は祈祷以来常に南極探検を思いとどまらせようと努め、驚くほど真から一致協力していくつかの疑問と憶測を、自分たちだけの間に閉じ込めてきた、若いダンフォースですら、神経衰弱にもかかわらず、医師団の質問にたじろぐことなく一言も漏らさないでいたのだ。そう、前にも言ったように、ある一つのもののことを彼は自分だけが目にしたと考えており、それが何者か私にも話そうとしない。話してしまえば心理的な状態が改善するだろうに、と私は思っているのだが、前もって受けたショックによって、後から幻覚が生じたに過ぎないはずだとは思うが、そのものについて話してくれれば、多くのことを説明し浮き彫りにできるかもしれない。彼は自分を見失っているわずかな瞬間に、私に向かって支離滅裂な囁きを漏らすのだが、そこから私はそんな印象を受けた。もっとも、彼は我に返るや否やそんなものを激しく否定するのだ。他の人々を大いなる白き南の地から遠ざけておくのは難しいだろうし、そういった努力自体が探求心を刺激して我々の目的そのものを害することになるかもしれない。人間の好奇心が不滅だなどということは最初から分かりきっていたし、公開した調査結果だけでも十分に、他の人々を我々同様の長期間にわたる未知への探求へと駆り立ててしまうだろうことも分かっていた。これら生物学的怪物どもに関する霊句の報告は博物学者と古生物学者たちを一気に目覚めさせてしまった。分別に従って、埋葬された標本から実際に取り外してきた部分や、それら標本の発見時の状態を撮影した写真を非公開にしておいたにもかかわらずだ。我々はまた一層不可思議な傷ついた骨と緑っぽい石鹸石の公開も差し控えた。一方、ダンフォースと私は、山地の向こうの超高原で撮影した写真及び描いた絵のことが漏れないように、秘密を固く守ってきた。及び我々が伸ばし、恐怖のうちに調べ、ポケットに詰め込んできたシワだらけの物どものことも、だが今スタークウェザー、ムーア隊が編成されつつあり、我々の装備で試みえた範囲を遥かに超える、徹底的な調査を遂行しようとしている。思いとどまるように説得しなければ、彼らは南極の最奥にある核にまで到達して、どこまでも溶かし、掘削し、そして世界に終末をもたらすと我々が承知しているものを掘り出してしまうだろう。だからもう私は沈黙をすっかり破ってしまわなければならない。狂気の山脈の先にある、かの名もない究極のものについてすら、